はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、このチャンネルではですね、主に僕の体の状態と、そして闘病生活での体験談と、そしてその時々でニュースになる病気に関するお話と、そして皆さんがすでに知っていることを当たり前にやっていくことで健康になっていくんだよというお話をお送りしております。はい、ですね、ただいまね、お目々が白内障でございますのでね、字幕スーパーはやめます。字幕スーパーの編集をしているとね、目が疲れて、目が痛くなって、目が見えなくなってしまいます。でそうするとね、白内障のね、この白いね、ベールをかぶったやつがね、すごく濃くなってね、よりね、こう目が見えなくなってしまうんです。まあ、なのでね、そうなるとですよ、その後のね、日常生活というのがね、できなくなりますので、その代わりにですね、文字起こし、ね、文字起こしというのをですね、コメント欄の一番上にピン固定で記載してますのでね、ぜひそちらも一緒にご覧ください。はい。ですね、今日はね、食事、ね、お食事においてのですね、血糖値のお話をしていくんですけども、皆さんね、セカンドミールっていうね、言葉をね、ご存知でしょうか。セカンドミールね。セカンドミールのセカンドというのはですね、2番目という意味でして、まあまあ2番目というか、まあ2回目2番目というね、そういう感じでね、使われるじゃないですか。でミールというのはですね、食事というのをね、意味するね、英単語でございます。でそしてね、まあ、セカンドがあるということはね、必然的にね、その前のね、ファーストね、ファーストがありますので、ファーストミールが1回目の食事、セカンドミールが2回目の食事だよ、ということになります。しかしですね、まあ、こんなね、ファーストセカンドにね、名付けた上でのね、血糖値のお話をね、していくということはですよ、まあ、血糖値が上がって仕方ないやないかいという話なんでしょう、と思うじゃないですか。でもね、このね、ファーストセカンドというね、このファーストセカンドのね、1回目、2回目の、まあ、この2つ、2回に分けるということがですね、体のね、血糖値に関していい影響を与えてくれると聞いたら、皆さんどうですか？ちょっとね、え？ってなりますよね。ね、血糖値上がってしゃあないやないかいというよりか、まあ、影響を与えてくれるって何なんと思いますよね。で。もちろんね、そのね、血糖値というものですよ。いい影響をね、与えようと思えばですね、まあ、単純にね、食事量を減らしたりとか、まあ、ローカーボな食事とかね、低 GI と呼ばれるね、低い血糖指数っていうやつの食事をするとですね、血糖値はまあ上がりにくくなりますので、まあ、普段からね、そのような取り組みっていうのをね、まあ、進んで行えばいいんですけども、まあ、それがね、こう毎日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 となるとですね、もう心が折れそうになりますよね。でもね、この、まあ、セカンドファーストというね、この2回に分けるという、これによってですね、いい影響を与えてくれるというからくりというのがですね、2回に分けて食べることになっているんだよ、ね、1回食べたよ、2回食べたよというね、この2回に分けて食べるということになっているんだよというこの事実がですね、2回目のね、食事の時に、まあ、空腹感がね、少ないから血糖値の急上昇を抑えることができるということなんですよ。ちょっとね、まだね、ピンとこない方もいてらっしゃると思うんですけどね、まあ、今日のお話をね、聞いていただければね、あ、そういうことかってね、実感していただけると、ご理解いただけると思いますのでね、ぜひ今日も最後までね、お聞きください。でね、まあ、そもそもね、血糖値の急上昇というのはね、ほんまによくないんですよ。ね、もう急上昇したら次はね、急下降するわけですからね。そうなるとですね、このね、下がった瞬間があるとですね、しかもね、その下がっていってるぜというのがね、まあ、長く続くとですね、この食べたね、糖質、ご飯を食べるじゃないですかね、食事するでしょ。食事をで得た糖質っていうのをですね、人間の体の中にね、エネルギーとして変換させてくれて、それを体の隅々まで
送り届けてくれるインスリン、ね、インスリン糖質っていうのはブドウ糖に変換するんですけどもね、あの糖質ってね、でそれをね、各細胞に届けてくれるインスリンっていうのがあるんですよ。でもそれのね供給がね追いつかなくなって全身に送られなかった糖質っていうのが存在してしまうわけですよ。でそれはね、あの今度は血液中にね残って溜まってしまうんです。でこれがね、これでね血糖値が常に高い状態、常に高い状態っていう風な感じになるんです。でそしてねそのね取り残されたね血液中の中の、糖、血糖っていうのはですね中性脂肪とか皮下脂肪とかね内臓脂肪としてですねどん蓄積されてしまってさまざまな病気を引き起こす危機がねとなってしまいます。怖いですよね。でもねこれをファーストミールとセカンドミールというねこの2つに分けることでねこの血糖値の上昇っていうのを抑えることができるということなんです。ねえすごいですよね。ねこれをねセカンドミールで血糖値、食後血糖値の上昇を抑えるというんですけどもね、これはですねメインの食事っていうのをセカンドに回して、こっちのセカンドに回してファーストは少量にしておくということがポイントなんです。もう一回言いますね。このねセカンドミールにメインの食事を持ってきて、こっちのファーストミールは少量にしておくということがポイントなんです。そしてねこのね1回2回っていうのはねこの間ね2時間、まあ2時間半でもいいです、2時間ね間隔を空けるというのがポイントです。そしてさらにですねこのねファーストとねセカンドをね分けるっていうのはね、これはね実はね夕食だけでね十分なんですよ。というか例えばですね食事というのをですね朝昼晩とね3回食べてる人ならですねそれらを全てね、朝を2回分ける、昼を2回分ける、夜を2回に分けるとなるとですよ1日にね6食にもなりますのでね、それではね、まあ、食べ過ぎになるんです。まあ、なるんですけどもそれをねやってる人らもいます。まあ、しかしですねそれはね6食を全部同じ量のね、全食同じ量っていうのを食べてるわけではなくてですね、1日のね総摂取カロリーってあるじゃないですか、あるんですよ。それをね、まあ、自分で決めてそれを6回に振り分けて、まあね、この24時間中の6回に振り分けてしっかりそれを食べてはるんです。まあ、配分はねこの1回目はこんだけ、2回目こんだけ、3回目こんだけとかっていうのは配分はそれぞれなんですけども、そうするとですねその人っていうのはまあねざっとね2時間から2時間半おきに食事をされていることになりますので、これね常にねちょっとだけお腹が膨れてて、まあ、毎回ね、まあ、そんなに食べたくない状態っていう風な感じになるので、ちょっとずつを食べる、ちょっとずつを食べるっていうだけでその人は満足できるんです。まあ、そうするとですね爆食いの時のようなですね血糖値のガツンと爆上がりからのね今度はその爆下がりっていうのが起きないので、先ほども言いました通りねインスリンの分泌っていうのも正常ですので、エネルギーの循環がね正常になってますので、中性脂肪も内臓脂肪っていうのもですね安全ということなんです。まあ、でもねこれはねこのね朝昼晩をね、まあ、6回に分けるっていう風なことができるのはね生活習慣の関係でね、まあ、同じようにね本当にねできるとかほとんどいないと思います。なのでね夕食にやってみてはいかがでしょうかということなんですよ。だいたいね夕食って皆さん食べますよね。一日の終わりにご飯食べてねお風呂入って寝るじゃないですか。でもねまあ今日は疲れたからご飯いいわっていう風な精神状態の人もねまあいてると思いますけども、でも大体はねそんな人でもですねまあ夜中起きたりねふっと目覚めた後にですよなんか小腹空いたなと思って食べようと思って食べたらそっから止まらなくなるというねこういう風な感じに陥る人もいてると思うんです。まあねでもねこのね夕食を2回に分けるファーストとセカンドに分けるというのをですね皆さんねもうすでにねやってると思うんです。まあ、しかしこれをですね意識してやってるのと意識しないでやっているとではですね意味が全く違ってきます。でそれはね何のとことかと言いますとですね
3時のおやつです。3時のおやつですよ。まあ分かりやすくね、3時のおやつとね称してますけども、まあざっくりなんですけども、夕食を食べる2時間半前ぐらいに少し何かを食べておいて、まあちょっとねその時にお腹をね膨らせておくんですよ。膨らさせておくんですよね。ちょっとね空腹を満たしておきます、少しだけね。で夕食を食べる時に、まあ、そんなに、ね、あのお腹がちょっと膨れてるから、まあ、そんなにがっつり食べんでも済むやんっていうので、このついつい の爆食いっていうのを防ぐことができるんです。でそうしたらですね、あの食後の血糖値っていうのがね、あの上がりすぎることなくですね、下がった瞬間に感じるあの空腹感っていうやつによってのね、あの食事の追加おかわりっていうのを抑えることができるんですということなんですよ。これがねセカンドミールで食後血糖値の上昇を抑えるということになります。まあね、ファーストミールでね何を食べて、セカンドミールで何を食べるかというのもねすごく大事なんですけども、ファーストミールの時のねおやつでね、まあ、食物繊維のね豊富で、まあ、塩分糖分のまあ共に低いものを食べていればですよ、もう本当に最高なんですけども、でもまあ3時のおやつなんていうのはですよ、大体ねお菓子なんですよね。お菓子ね、和菓子でしょ、洋菓子でしょ、で駄菓子になってくると思うんです。しかしね、ファーストミールからね2時間開けるとですよ、何を食べてもそれなりにね効果があるようなんです。これ面白いですよね、すごいんですよ。つまりですね、昼ご飯からね夕食までの時間が長い場合にはですね、そのね真ん中のねおやつ、ファーストミールにするおやつにですね、食物繊維量のね多いねものとかってあるじゃないですか、おいしいもの、お芋さんとかねさつまいもとかあるでしょ。そんな風なね、まあ、割とねしっかりしたものを選ぶことでですね、セカンドビールの効果っていうのを得られる可能性があるということなんです。すごくね。でもまあね、夕食まで2時間空ければいいっていうことなんで、そのさつまいもとかのねお芋、焼き芋ですやん、焼き芋っていうのをね、まあ、2時間前に食べてもねすごく効果的ですし、これがねその2時間空きましたよっていう事実がねあることによってですね、これがねあのねポテトチップス、同じお芋やけどポテトチップスでもですね効果が得られるようなんです。しかしね、まあ、それなりにねやっぱりね夕食の前に食べるねおやつ、ファーストミールにするおやつっていうのはですね、まあ、内容と時間っていうのはですねしっかりとね考えていくことっていうのも大切なんです。というかね、そんなねファーストとセカンドとね言ってね血糖値のね上昇とかをね考えるっていうふうに話してますけどもね、そもそものね夕食後の血糖値、食後血糖値っていうのをねなぜ下げなければいけないのでしょうかという話ですよね。まあそもそもですね、血糖値が上がることでね起こってしまうね血管などを傷つけてしまう血糖値スパイクというのはですね、血糖値スパイクっていうのはこの血糖値のグラフのことなんですけどもね、血糖値のグラフのこの、ご飯食べたら血糖値が上がるよで下がるよっていうこのねギザギザの針山っていうのとか、針山じゃないな、針のような陸上のスパイクのようなんですね、陸上選手が履く、この針のようなスパイクのような形を、ここの部分っていうのを血糖値スパイクって呼ぶんですよ。でこのねスパイクっていうのはですね、糖尿病とかね脳梗塞とかね心筋梗塞とかがんでしょ、あと認知症の原因になることが知られてるんですね。これらっていうのはですね、やっぱ血管とかをね傷つけてしまうことにも影響を及ぼしてしまうんだよね。それらがですね、夕食時に血糖値が上がった人ほどその後の睡眠中ね、夜寝てる時に中途覚醒っていうのをする回数がね多いことがね分かってるからなんです。そのね夕食でね高血糖になってしまう人っていうのはね、中途覚醒、途中覚醒、まあねどっちかごちゃごちゃなってますけども、それのね覚醒っていうのが夜型ね、寝てる、だから寝てる時ですよ、寝てる時にそのね覚醒の割合が非常に高いっていうことも報告されてるんです。ということはつまりですね、夕食時にね血糖値をねガツンとね極端に上げてしまうとですね、もう夜ね寝る時のこの良質な睡眠っていうんですか、それをね得られずに朝ねすっきりとね起きれないんです。起きることができないんですよ。だからまあね、たまに皆さんもあると思うんですよ。まあすごいもう食べ過ぎたわ、夜食べ過ぎたわと思って、はい寝ようかと思って夜寝てね、
朝起きるんですけども、あの寝起きが悪いっていう、すごく寝てるけど、あのね、すごくね、睡眠時間は長く寝てるんだけども寝起きが悪いっていうのはそういうことなんですよね。血糖値が上がってたからね、そういうことが起こってるわけでございますよ。なのでね、まあ一日の終わりの楽しみであるね、夕食までの時間、例えばね、昼ご飯から夕食までの時間が長いとかね、食事とその後のね、食事血糖値、食後血糖値っていうのがね、気になる人っていうのはですね、あのその間に食べるおやつの食べ方とかね、内容を見直すことでね、あの血糖値のコントロールをできる可能性があるということなんです。だからまあね、要はですね、おやつ食べてちょっとね、お腹を満たしといてから晩ご飯を食べるね、味変したら別腹になってめっちゃ食べてしまうかもしれないけど、言うてもそのね、3時におやつ食べてるから、そこまでね、お腹すかへんと思うんですよ。でもね、その空腹時にいきなりご飯を入れるっていうわけじゃなくなるんで、血糖値の上昇っていうのはそれなりにね、上がらない、低いんで、同じ満腹感になってもね、血糖値の上昇の度合いが違うと思うんで、これは効果があると思いますのでね、ぜひね、皆さんもね、ちょっとよく考えてね、食事の取り方を見直してみてください。はい、そんな感じでね、セカンドミールで食後血糖値の上昇を抑えるというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。